さあ、これは2回戦かな。2回戦八王子勢対決ですね。コレル3対8位さん、レボン1、あー、アイテムが引きにくそう。ご覧ください、最初は引いたのは猫、まあ、猫は引きたいでしょう。この姿勢がたまたまで投げ通して、これは画面端ギリ入れっぱなしポンドかな。うわーすごい、あゆちいいあーこれ、じゃあ犬ボクサーとかまた臨場態でお願いします。まだそこしかないな。まだ見ますか。レボン2アクション、光が見えん、ここも見えている、見えている、やろうにしょうがない、ブルサのサイドやりなさい、引きなさい、燃えちゃった、燃えちゃった、燃えてください、見えている、やろうにしょうがない、はいはい、今日戻りまして、一歩目はイザイが取ってる、ここまでです、来なさい、射出、来なさい、ノーバースは持ってません、来なさい、さあ、まあ、もっとっとつらい、4、6、これでマックスになって行きます、イザイは攻めるでしょう、手から怪しいけどプラチナさんも対応してる、ガールバレー、勝ち取って、ダメ出し、これ結構ダメージなんだよね、ガールスマッシュ、読まれて、バーストさあ、ダメージです、まあ、これは死ぬんじゃないですか、さあ、死んで、コレルさんが勝ちましたね、おめでとうございます。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. じゃあね、水木さんとディオさん。ディオさんいる？ディオさん。ごめん、ディオさん呼んでやってくれ。なんだと？受け取れ。受け取れ。みんなだぞ。ディオケンさん対ディオさん。のけ。革命大臣落ちる、これ前聞いたらチンがちょっと言いが聞いたんですけど、名前ね、そのギャグえガラス投げられている、無駄だ、そこか、ガラシボケ立っている、立ってるってか、ガンプ立ってるって、何がしたさあ、まあ、それなりがボケ立って無駄だ、今だ、どこか殺せるの？さあ殺した、お方は流星、
うせろ。ああ、もう俺喋っていいの？お仕事疲れました。お疲れ様です。はい、次の試合流星対おちん16社。毎回毎回、確か来るたびにガチしてる印象ですが、最近星の方はどう？ちょっと言うと俺、立川駅降りてから走ってきたからちょっとバス泣いてて息切れしてる。ちょっと待って、俺試合俺やで、俺が試合。じゃあよろしく。はい、先に攻めているのは落ち着側だけど、流星いい飛び通しましたね。よく見てからカブサっていく。ここまでがワンセット、たまずいな。さあ、落ちんがここでお疲れ様です。ラピちゃん絡めたが、これはヒット神を保ったのが運の刺激を刺さって、一気に状況が変わる。どうすんの？さあ、うさみさきこの道から投げでダブルアップしたものをやってしまった。こいつやりよる。ここでとっさに歴を受けるやつは強いですよ。意欲ゲッツめ、こちらです。まだ残って6円、やっぱりね。いや、やっぱね、無駄なこと。職場が遠い。僕の家から職場まで の電車の移動時間だけで、サッカーの国際 A バッティングできるんで、これまた車が引っ越した日。さあ、そんなことはさておき、あの流れからもぎ取った流星がいい流れをまだ継続している。落ちがバット、やっぱりああいう負けはね、ちょっと流れ思いっきり変わっちゃうって怖いですよね、大会だと。確かに落ちの球がめちゃくちゃ溜まっている。落ちの球ってやばいですね。完全に無意識だったんですけど、押しもねたんです。さあ、ちょっとここでようやく落ちにターンが回っていて、今回はきちんとコンボにつなげる。流星が歴を打てる人間だと察知して、ここはもうコンボに行くルートを選択してます。ね、今のボディびっくりしたな。ソニックステイバーから降りてまた去って、しかし連携をこの技で選択してか、さて無双と無双を6時よく決定。まだ残るでしょう。こっさけられるともう4年後で裏回り、しっかり立ち立ち熱い。浄化完了。さあ、制したのはポチン、ファイナルラウンド。こちらです。イージスブレイド、死ぬやん。さあ、早々にバーストを切って仕切り直しといきたいところだったら、ゴミンスが見ない。これは運も見放しているか。死亡戦勝、しかし運がいい。このイージスが通る、通れば弾が2つ溜まる。2つ溜まればいいことある。さあ、昇竜拳がことごとく呼ばれて死にました。さあ、シールド減りすぎ、減りすぎ。さあ、次の試合は広志対清志、神楽対ニュー。いやー、俺ヒロシさん見るの多分1本飛んできて飛んでくらい久しぶりなんですけど、まあとりあえず個人的には何とかできてた。見てたんやな。見とったか。見とったらどうしようか。どこやってないまあちょっとお休みで、こっちの試合見ていきましょう。組み立て的にはこれは確か、ニューサーチ人がとても楽をできそうな予感がしてないと思って、そうそう、テイラー戦みたいな感覚でニューが頑張ればいいと思いますね。まあ、溜められない D スレッジで飛んでくるって考えると、おそらくテイラー戦よりも難易度は低い。しかし、ここはやはり清君の溢れ出るスター性が垣間見えて、
さあ、なんかさっきだよ。さあ、で、スクワットタイムから。あ、なんかニューは、スパイクチェイサーがちょっと、なんかバグってたらしくて、変わったらしいです。キロスでバグとかいうやつが。なんか、一定の状況下でオーバードライブ版のスパイクチェイサーが来てる。なんか、わけのわからんバグがあったらしいんですけど、まあ多分それなくなったところで、っていう感じで終わっちゃうと思うんで、多分あんまり変わらないと思う。いらないっすね。まあ、ヨスケもいらねって言ってから多分いらないでしょう。使ってたけど、まあ別になくてもって感じっぽいですね。さあ、絶妙にラピアが遅い強くのこの攻め剣なんですけども、通りましたね。今度せっかくマイク2個持ってんだから喋ってる。これ喋る2人でやろう。これはなんか多分声入ってると思うんですけど、はい、入ってなかったらね、ごめんなさい。面白いですよ。まあ、11ですよ、11。でも、パワーが持ってない。帰ってきた、ヒロシ対いつもいるキヨシ。いつだっているよ、キヨシ。あの、ヒロシがおすごに来なくなってから、あの、キヨシがいっぱい来るようになる。これはちょっと入れ替わりだ。入れ替わってた二人があのここで一堂に返して戦ってるわけですよ。まあ今、やっぱね、これ多分桜川はどっかで無理しないといけないんだろう。まあ無理して中刺されてこんな風になるんですよ。でもその無理を通してしまうと、あのニューの体力が半分ぐらい飛んでいくことも、パッてあの見たら変わりが一気になるんで、あー強すぎー、謎の強発って。ビビは強いんだよな、本当に。さあ、キヨシがミスらない、はい、やりよる。これでミスったら最高に面白かった。さて、次の試合、ヒカルくん VS ヨシキニュー。前回の顔合わせではヒカルくんの劇的な勝利で終わったわけですよ。確かずっと前だが、この組み合わせなんかパーフェクトで負けたような気がするんだけど、気のせい、気のせい、ヒカルくん勝ったのしか覚えてない。僕ヒカルくん死んだなんて。確かに、あ、そういえば劇的に勝った試合もあった。仙台で一応、仙台にヒカルくんが弾丸ツアーに行った時に、港さんの神楽、あ、はいはいはい、港さんの神楽じゃない、みなとかっこ神楽さんのキューとやって開幕するボコボコになったらしい。まあ、その辛い思い出が彼の力になってくれると信じて見ていくしかないですよ。しかし弾がないね、やっぱりね。まあ、どうしてもなんかその次の攻めが弾ないけど、やっぱありありです。今回の白面の辛いところだと思う。で、まあ、ヒカル君はあの最近その問題を解消するためにあのゲージはあのオーバードライバー全部ストック回してるんですけど、まあ、ガーキャンオーバードライブとかも結構対応してますね。まあ、どっかでくぐらせないとダメだって光るとこに行ったんですよ。確かに、まあ、あれもあるね。そういうの大事だよ。まあ、エナトルとコルタイルだとリュウは死ぬって言ったところとかも全然ましたね。やばいやばい、いや、いい勝利。やばいやばい、冷たくなってきた。もう12月だからね。もう12月だぜ。わぁ、すごい寒いしね、外も。寒いよ、マジ。まあ、雪は降ってないですけどね。あ、でも、なんか最近ね、あの日本列島に未だかつてない規模の最近あの低気圧が押し寄せられるんですからね。大丈夫大丈夫。わぁ、待ち合わせ、パーシロ。さあ、低気圧の中に割り込んで会場をホットにできるのか。ホットにしていく、できません。さあ、急に寒くなりましたが、ここでさらに会場は温まってくる。ここで勝てば一気に真夏が来てしまう、そんなカード。しかし、ヨシキヌここでもテープ寒くなる、そう、寝かすいなった。さあ、これは落として、なんか今立つか、シュッてフレーム商品、フレーム商品。なんかすごい何も言いながら、映ってとか映ってないとか。いや、その後ちゃんと重なったから。で、なんか立つかもね、映ってね、たまんの前にあるの。おーっと、ナイスキック。ここで勝負を決めたいという石尾陣、ヨシキヌーラッシュからどうすんの。後ろに戻って、さあ大変、ここまでがワンピースやってくる。いや、こういうの持ってるのもヨシキさんの強いところだね。
重なるんだー。あー、ジャケ。さあ、次の試合見ていきましょう。準々決勝ぐらいですかね。清志対ウンデル、いつものやつ。この試合が始まるキャラセレの画面の時に、なんか清志が急になんかゴホンゴホン咳して風邪ひいてますアピールして、あの負けた時の保険をかけ始めたんですけど、僕はそういうの許さないですからね。さあ、この組み合わせ、随分楽になったなと CT から数えてみれば思うんですが、まあそれでも結局、まあニューがいけるんじゃないの、ニューの方がいける組み合わせでしょうかね。まあ、天下のワンチャン力が思いっきり上がったんで、まあ、期待値は高い組み合わせだと思うんですが、徹底されるとやっぱりきつそう。あー、知らんかー、でも食らったよこれ。うん、相手のゲージとか自分のゲージとかいろんなもん見てた時は結構食らっちゃいますね。あら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 、まあまあワンチャンス。スーパーゴールド、この重力を使ってなんとかしたいウンデル君。オーバードライバー生発動、それゆえに長い、そして通ってしまってさようなら。いや、このね、 OD の爆発力、やはり今作のテイガーの一番怖いところでしょう。最初からやる気満々、スレッチハンマー、スレッチスレッチスレッチ、これピヨシいい感じで設定しますね。こういう逃げをうまいことできていると、テイガーが落ちれるが、ここは先にガーマの限界を訪れたのはピヨシの方だった。バース打って特殊な中に逃げる。さあ、ストレッチストレッチ、ユートになって、おめでとう。ストレッチストレッチ、お、ここで抜けられるんだね。ここはカウンターサルト、バックステー打ってる。リーストーンじゃねえよ。これな、いや、いいのが入った。完成コース。完成どころじゃないんだけど。さあ、もう一丁いいのが当たって、だけどこっちもいいのが当たって死んだんじゃないの。あ、死なないか、マークボルト打っちゃってるから死なないか。だけど、まあ、マーク指導はあんまり減らないよ。さあ、しかしここは時間を使えば多分こっちかけと分かる。危ない大ピンチ、走りました、走りました、入ってますね。エアードライブ、エアードライブ、ごめん、あー危ない危ない、あー危ない、さっき出る。さて、オーバードライブ指導は知りませんでした。さて、ワンチャンスなの、ワンチャンスなの、徹底しきれれば勝てるぞ。この体力消費を持って、最後はスパークゴールドが全てを台無しにしていく。ウンデルの勝ち、おめでとう。